骨髄移植の後に残念ながら再発してしまった患者さんでも治すことができる可能性がある。カーティ細胞療法が本当に骨髄移植にとって変わる素晴らしい顔面療法だなっていうところと同時に、製造費を安くしてもっと普及できるように。名古屋大学の最先端研究を紹介する明大研究フロントライン、今回は子どもたちの未来のため、安全で安価なカーティ細胞療法の実現を目指す小児科医の取り組みをご紹介します。第4のがん治療法といわれるがん免疫療法、中でも白血病などに高い効果を示すカーティ細胞療法は、保険が適用される最先端治療として注目されています。がん免疫療法っていうのは、T 細胞だとか NK 細胞だとか、人の体にある免疫担当細胞を利用して患者さんのがん細胞を攻撃するために使うっていう治療薬ですね。カーティ細胞は血液のがんで、もうすでにアメリカ、ヨーロッパ、日本で承認されていて、とても素晴らしい効果が得られているんですね。これまで白血病の治療方法としては骨髄移植っていうのが一番最後の切り札の治療法なんですけど、骨髄移植というのは血液を全部取り替えるために全身に放射線を浴びせたりとか、大量の抗がん剤を入れることが多いんですね。なので非常に体のダメージが大きい治療法です。カーティ細胞療法の一番の違いは、患者さんの自身のリンパ球を取ってきているので喧嘩はしにくいということなんですね。要はがん細胞だけを攻撃することが可能です。カーティ細胞療法では、まず患者さんの血液のリンパ球から病原体などの異物を攻撃する T 細胞を取り出します。この T 細胞にがん細胞の目印である CD19 抗原に結合する CAR と呼ばれる受容体を遺伝子導入します。これががん細胞だけを攻撃する力を高めたカーティ細胞です。このカーティ細胞を大量培養して患者さんの体内に戻します。カーティ細胞は患者さんの体内でさらに増殖してがん細胞を攻撃していきます。一方で課題がいくつかあります。で、一番大きな課題としては、遺伝子を操作した細胞そのものががん細胞になってしまう。その危険性はとても少ないんですけど、潜在的なリスクとしては非常に注意が必要ということになってます。もう一つの課題としては、日本、韓国を除いたアジアの国ではまだこの薬が承認されてないんですね。通常カーティ細胞はウイルスベクターという方法で製造されます。ウイルスを用いるため、大規模で厳重に管理された専用工場で製造する必要があり、高いコストがかかります。実際できたカーティ細胞の治療薬っていうのが、だいたいアメリカで5000万円ぐらい、イギリスで4000万円ぐらい、日本では少し安くして3300万円ぐらいで承認されてるんですね。現在のところ、その高額な薬代っていうのが、この治療法が広まることの障壁になってるっていうことが、もう一つの課題ですね。素晴らしい治療法なのに薬の製造コストが高すぎる、その難題を克服するため、高橋先生はよりコストを抑えた製造方法を開発しました。私たちはできるだけより安全で、より価格が、製造費が安いカーティ細胞を開発していて、技術を特許にしているんですね。ウイルスベクター法を使っていなくって、蝶々の幼虫の芋虫ですね、芋虫が持っている酵素を使って遺伝子を改変するっていう方法、トランスポゾン法っていうのを使ってるんですね。でこのトランスポゾン法を使えば、その専用の工場を建てなくても、各病院の清潔な細胞操作ができる部屋であれば、普通に作ることができます。なので今すでに存在する部屋で作ることができるんですね。なので改めて建物を建てる必要がないですから、非常に簡便だし、安く作れるっていうメリットがあります。ピギーバックトランスポゾン法によるカーティ細胞療法は、
タイのチュラロンコン大学でも臨床研究が進められています。私たちのその技術は大学で作って患者さんに目の前の患者に投与するのが安くできるっていうメリットがものすごくあるので、 まさにその発展途上国で患者さんが困った患者さんが1か所か2か所 の大学病院にやってきて最後 の砦として治療するっていう時に非常にやりやすい。なんとか製造費を安くしてもっと普及できるようにリーズナブルなカーティーにすることで日本だけじゃなくて世界中に広がるような治療法になるんじゃないかなっていうのが、まあ、自分の将来の、まあ、夢ですからね。患者さんの体への負担が小さく薬の製造コストを安く抑えることができる新しいCAR-T細胞療法、多くの患者さんやご家族が救われる日が近くまで来ているようです。